どうも、ハイチーです。今回はですね、皆さんにお伝えしなければならないことがありまして、普段、まあ、勉強動画とか、この、まあ、顔出して話す動画とかを見てくださっている方は、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、今回伝えなきゃいけないのは主に2点なんですが、まず1点目が、今10月1日に投稿してるんですけど、10月、11月、12月ですね、この3ヶ月間なんですが、このチャンネルの動画投稿をですね、お休みさせていただきません。はい。はってなると思うんですけど、すいません。本当はお休みさせていただきますって伝えるつもりだったんですが、すごい悩んでて、これに関しては。結果としては、お休みはしません。けど、動画投稿の数が結構減ったりとか、変に何日かが動画を全く投稿しないみたいな時期が空く可能性があります。で、まあ、それをちょっと頭の片隅に置いといていただきたくって、まあ、今回話したんですけど、で、一応、理由を簡単に説明するとですね、9月の中旬ぐらいに、あるお仕事の話をちょっといただきまして、で、それが、ま、この前、まあ、やることになって固まったんですね、お話が固まって。で、その仕事がその3ヶ月間に集中して時間をちょっと費やさなければいけない仕事で、で、しかも、この仕事がですね、その自分がずっとやりたかったものの一つ、まあ、ちょっと大きく言ってしまうと、夢の一つみたいな、感じのお仕事で、だから非常に嬉しかったんですけど、お話いただいた時にね。で、嬉しいとともに、やりたかったことだったので、すごくこう、失敗したくないというか、後悔したくないっていう、なんかこう、肩に力が入っちゃって変に、成功させたいみたいな。そう。で、自分ですね、複数のことを同時進行でやるのが苦手なんですよ。で、その数が増えれば増えるほど、うわーってもうどうしようってなりやすいタイプで、それを分かってたから、だから、その動画投稿を、もうその3ヶ月間って分かってるんで、もう動画投稿をお休みさせていただいて、もう切り替えて、こっちにやろうって、集中しようって、しようかなっていうのを悩んでたんです。でも、結果として、動画投稿をお休みしないっていうふうに決めたのは、多分自分が持たないんです。この動画投稿をしないと。自分のわがままで申し訳ないんですけど、自分はですね、やっぱり皆さんからこう、まあ、勉強動画にしても、こう話す動画にしてもそうですけど、リアクションをいただいて、たくさんコメントをいただいたりとか、まあ、評価数もそうですけど、まあ、そういったところで、毎日みんなから元気というかエネルギーというかモチベーションをね、高めてもらってます。それはもう6年前からずっと変わらないですし。で、それを3ヶ月間切ってしまうのは、多分俺発狂すると思うんですよ。無理ってなると思うし、やっぱりこうやって動画を撮ったことによって、頑張りますとか勉強頑張れますって見ると、自分が役に立ててるんだっていうことも思わせてもらってる。で、それもなくなるとちょっと厳しいのね。俺のそのモチベーションっていうか、なんかこう、軸の部分、ずっとこの6年間をみんなに柱に立ててもらって頑張れてこれたから、それがなくなるのはやっぱり無理だなと思って。なので、まあ、動画投稿の本数は減ってしまうとは思うんですけど、極力、空いた時間というか、うまくね、こう、スケジューリングをしながら動画を撮っていきますので、ただ、本数が減るっていうのを今回、まあ、これ見ていただいた皆様は、頭の片隅に置いておいてください。で、もう一本、もう一個、伝えなきゃいけないのは、先々週ぐらいかなから、夜に生放送で、一緒に勉強しようの生放送もさせてもらってるんですけど、それをですね、極力、ほぼ毎日、やっていくことにします。この3ヶ月間ですね、10、11、12。で、まあ、生放送であれば、生放送中に自分もその仕事、パソコン業務なので、基本的には。その仕事ができますし、今ですね、ありがたいことに、ほんと1000人から1500人ぐらいの方がね、毎回参加していただいてて、で、非常にこう、なんかメールとかコメントとか見てると、そのご好評いただいてるので、まあ、ちょっと続けていきたいなと。もちろんテスト時期が終わればね、参加する方は減るとは思うんですけど、でも日常的にやっていくことによって、そのやっぱ23、まあ、23時から24時ってこの1時間でやることはもう決めてるんですけど、この1時間が、まあ、結構ダラダラしやすい時間なんですよね。23時から24時、気づいたらちょっとまったりしてて YouTube 見ちゃって、やべえ、日付超えてるよ、みたいな。で、そっから、やばいやばいってなって、勉強始めて2時か3時に寝るみたいな状態になりやすいので、それがちょっと1時間がさ、その1時間を有効に使えたら、もしかしたらみんなのその勉強スケジュールとか睡眠時間の確保とかにも役に立てるのかなと思ってるので、極力毎日やっていきます。ただ、本業の仕事があったりとか、まあ、自分のちょっとプライベートのね、スケジュールとかもあるので、毎日とはいかないんですけど、できる限りやるようにします。で、それは毎日、YouTube のコミュニティ機能とか、Twitter の方でやりますやりませんっていうのは順次お伝えしていきますので、まあ、そこで確認していただいて、で、あ、今日やるんだ、ちょっと行こうみたいな、ぜひ感じになっていただける方はそこの参加してもらって一緒に勉強頑張ってもらえたらと思います。なので23時から24時ですね、この時間、他の時間は他の YouTuber の方見てもらっても全然構わないんで、23時から24時は
私にください。もうみんなの23時から24時を私にください。この3ヶ月間。ぜひね、できる限り生放送頑張っていきますので、そこの点、なんだろう、うまく、ちょっと出てこなかったけど、そこのね、1時間を、の、有効に使っていただけたらと思います。ぜひよろしくお願いします。なので、まぁ、今回ね、まぁ、お伝えしたかったのはこの2点です。まぁ、本数が減ってしまうっていうところと、生放送、夜の生放送ね、ガツガツやっていきますので、まぁ、まぁ、生放送に関してはね、まぁ、使いたいなと思った時に使ってもらえれば構いませんので、だいたい23時間24時の時間見た時に、あ、配置やってんじゃねえかなって思ってもらえるような、そんなぐらいね、みんなの生活に馴染めたらなと思って頑張っていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、という感じで、ちょっとまとまりない話になってしまったんですが、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。